バレーロスは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダマリーニャオリエンタルに属す。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は3203人。住民故障は、男女同系のバーレンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.41%。バレーロスは、ルーゴ県の北東部に位置し、コマルカダマリーニャオリエンタルに属する。 北はカンタブリア海に面し、東はリバデオと、南はトラバーダとローレンサーと、西はホスの各自治体と隣接する。自治体中心地区はサンコスメでバレーロス教区のサンコスメ地区。バレーロスはモンドニエード司法官カツ区に属す。自治体市長はガリシア国民党のアルフォンソフ・フエンテパルが、自治体表議員はガリシア国民党7。 ガリシア民族主義ブロック2、ガリシア社会等2となっている。バレエロスは8の教区に分けられる。太ジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。